はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジやっていきたいと思います。ちょっとですね、間が空いてしまったんですけれども、現在ですね、プレステ5版で、まあ、やってて、で、あのテレビが結構前のやつだったんで、まあなんかやってた感じ、プレステ4とプレステ5あんま変わんないなという印象だったので、テレビをね、買い替えました。あの 4K 対応の、しかも液晶じゃなくて有機 EL ディスプレイのね、あのテレビに買い替えて、いや、めっちゃ綺麗だね、やっぱりそうすると。で、あとキャプチャーボードもね、変えました。新しいのを買って、4K パススルーがね、あのできるやつになってます。で、あと取り込みも、あの画面は綺麗になってると思いますので、まあ、そんな中、バイオハザード続きをやっていきましょう。で、ちょっと待ってね、操作方法的なやつ、地図を見たい。地図どれだっけ、これか。で、ベネビエント邸にいて書斎に行くところだ。そう、ここもう武器奪われちゃったからね、ちょっと怖くて。あっ、いる。あ、ミアか。ミアだったらまあまだね、別に幻だろうがなんだろうが怖くはない。まあ、いきなり現れるとちょっと怖いけど、存在自体は怖くない。あれ、書斎ってどっから行くんだ。あ、もうちょっとこっちか。ここアイテムがまだ取り残しがあるんだよね。とは言っても武器があるわけではないんで。あ、なんかフィルムがある。あれ、フィルム取ったっけ。ちょっと先にこっちにしよう。家族の記録、ローズの一番のお友達、あの子のお気に入り、子守歌代わり、私たちにとって何より大切なもの、祖母がくれた祝福の音色、イーさんがくれた永遠の約束の中。あ、これこの順にしろってことか。1、2、3、4、5。え、何それ。で、フィルムを撮ったんだよね。そう、これ何のフィルムだっけ。あ、これで一応フィルムが揃いました。え、ちょっともう一回、もう一回見よう。これメモった方がいいかな。ちょっと今メモがないんで、手元のスマホで写メだけ撮ろう。ちょっとお待ちを。パシャで、ちょっと画像を開きます。OK です。じゃあちょっといきますか。これまあ入れ替えだよね、多分。これとこれを入れ替えるみたいな。そうで、1番がローズの1番のお友達、あ、これか。2番があの子のお気に入り、子守歌代わり。子守歌、あ、これね。私たちにとって何よりも大切なもの、まあ、アルバムか。で、次が祖母がくれた祝福の音色。ちょっと待って、何よりも大切なものって、え、音色が4番か。え、ローズの1番のお友達はまあこれでしょ。 E さんがくれた永遠の約束の証がこれでしょ。この赤ちゃんがどこ、3番か。お気に入り、あ、これを読んでたんだね。そうだそうだそうだ。じゃあこれで良さそう。これどこ。こういうの怖いよね。誰がどこを撮ってんのこれ。下に降りてって、井戸っぽいところを下に降りてってんね。行けってこと。超やだ。ちょっと、あー、でもアイテムはないか。いや、マジで行きたくねえ。げ、人形がある。げ、ハサミ持ってる。取れんの？ハサミ。マジ武器にしろ、これを。最悪ハサミでなんとかする。ここハサミを取るだけか。あ、ハサミで包帯切れるね。帰ろう。
この帰り道がマジでやだ。はっ、あ、怖い怖い怖い、もうみや。この原因は何なんだろうね。なに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 、あれが起こってきたのか。調べる。でハサミ、あ、古びてるから威力はなさそうだね。メダリオン、あ、でもここでは敵出てこないでしょ。いや、なんだ、でメダリオン手に入れてあっちにはめるところがあったよね。ここ封印された扉1個でいいんだっけ。セーブポイントがあるからセーブしよう、こまめにセーブしよう。じゃあ行きますか。今のところちょっと何にも出てきてないっていうところが逆に怖いよな。敵が、まあ武器がないからね、そんなに頻繁に敵が出てこられても困るんだけど。ちょっと待って、なんだこれ、え、ん、あ、全部調べられる。あ、左と右が調べられるな。カラスがどっちの方向を向いてるかってこと。いや、なんだこれ、ヒントあった。もともと最初どれだったっけ。そもそも目ん玉どうしよう。1個空いてる、1個しかない、3個空いてる。周りの方からん、ちょっとマジノーヒントだな。どっかにそういう紋章がなかったか、こことか。さすがにノーヒントは分からん。こっち行けないんだよね確か。あ、そう、閉まってんだよね。向こう側からステージを、向こう側、あ、向こう側ってどうやって行くの。特に本当に施錠されてて終わりかなこれロッカー、あれを思い出す。なんだっけ、ホームスイートホーム、ロッカーに隠れるやつ。いや、そんなことより紋章の謎、紋章の形の謎が分かんない。ヒントなしか。写真もまた違うもんね。ちょっとやってみよう、もう一回。うん、こっちを見る限りない。まあ最悪全パターンやるか。じゃあ一つ目からいこう。まず一つ目にセットして、あとはカラスを一個ずつ変えていく。右向いてるからそこまでね。これ会った瞬間勝ちってなんのかな。ダメだ、ちょっと理屈がわからん。あ、ダメか。じゃあ次3つ目、3つ目が通るで、はい、で1回ずつカチャカチャやらないとダメかな。それがわかんない。まあ一応1回ずつカタカタやろう。で右向いちゃったから違う。で一つ目で、開かないね。
あれもう一周回った？あれどっちだっけ、こっち三つ目や、一つ目三つ目、あれ閉じてるやつやったっけ、なんかわかんねえ。でしかもカラス右向いてるやつから、ここ起点。開いたー。覚えとこ、閉じてるやつに翼ね。あ、これさっきのとこもしかして懐中電灯って俺持ってたっけ。え、何の音、なんか音するよね。いや、暗い、超やだ。ベイカー邸をちょっと思い出すな。あ、これが揺れてんのか。ちなみにフルイドアイテムあるな。ちょっくら一周くらいは探してみる。アイテムがあるって言ってもさ、何がある？弾があるわけでもないし、これいきなりそうか、普通にはしご降りるか。はしごっていうのこれ。ん？お、なんだ？配電盤の鍵。あ、やった。手に入れてしまった。あ、何何何何？一応上見よう。なんだ？ローズの鳴き声か？怖い怖い怖い。セーブポイント、セーブポイント、え、暗くね？セーブポイント、セーブポイント。お、ミア、大丈夫はないでしょ。あ、あれがなくなってる。いや、こっちに繋がってるよ。てか配電盤ってどこでやるんだっけ、忘れちゃったな。ん、ここの配電盤もしかして。てか、いや、超やだ。もうちょっと先照らせないの？てか、なんで電気消え、なんだ、なんか来てる、なんか来てる、マジでなんか来てる。いや、マジマジマジ、まずい。セーブポイント、セーブできる？一応できんな。ちょっと待って、なんだ、何が来てるかだけ。最悪、あん中に逃げ込もう。いや、なんだなんだなんだ、こいつキモ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 い、キモい。ここここここ、俺のオアシス、オアシス、オアシス、どうだ、見つかった？赤ちゃんの味がするな。見つかってる見つかってる見つかってる、やばい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 。目が合ってる目が合ってる目が合ってる。しゃがめ、しゃがめない。じゃあ開けんな、絶対無理だよ。どうやってやり過ごす。どっか行けよ。え、なんだ、あ、行った、え、違うな、暴れてんな、まだ左にいる。諦めろ、いい加減。いや、待て、こっからどうする。こっちの方にあいつが行ってくれればね、フルイドの方に。
まさかここでホームスイートホームをやることになるとは。やつがどこにいるか。いるな、あっちに行ってんじゃん。ちょうど俺の行きたいところへ。これへその緒か。そうすると、この自分の歩くスピードとあの赤ちゃんのスピード、どっちが速いか。抗う術はないからね、正直。大丈夫か？配電盤。鍵を外して。おう！え、ちょっと待って。レリーフ？さらに？さらに？ヒューズ？マジかよ。ヒューズを探せってこと？レリーフならどこで使うんだ？ここにレリーフがあったから赤くなってたんだ。書斎とかそんなにチェックしてないかな。てかあいつどこ行った？いや待って、普通に考えて配電盤があって、ここら辺は全部青くなってるよ。物置行ってもしょうがないし、レリーフで、いやーでも向こう側から施錠だったからね。どこでどうする？ヒューズはだってアイテムなはずだから。古井戸？もう一回行く？行くしかない。ちょっと細かく地図を見ながら最短ルートで。ん？もしかしてあの赤ちゃん古井戸の方に行ったか。そうすると、すげえこまめにセーブしよう。いや、ここマジでさ、精神すり減らされるよ。古いどっちか一回。ちょっと待って、玄関ホールだっても行けないからさ。古いどの下にカーソルを合わせたいんだよな。未発見アイテムあったよね。確か。まあ、最悪あそこに隠れれば、なんとかなるっていうのは。分かったから。いや、てか開かねえ。え、マジで開かねえ。え、どこ行けばいいんだ。じゃあヒューズ、ここが開くようになってる。向こう側から施錠でしょ。え、だってもう行けるとこなくない？あ、赤くなってるってことはさ、やっぱり行けなくなってんのか。そういうことか。ここも赤い。え？これヒューズなんて持ってる？持ってないよね。あ、この中にある、もしかして。いや、そんなことはないか。このレリーフをどうすればいいんだ？赤ちゃんのレリーフ。配電盤の中に置かれていた子供の姿が刻印されている。あ？音する？ちょっともうこっから離れたくないんだけど。下とか
いやガチで分からん。ただただ怖い。ここはもう行けなくなってる。で物置も行けなくなってるよね。で配電盤だけど、書斎の奥も何にもなかったよね。え、鍵とか何もないっしょ。鍵となんか赤ちゃん組み合わせるとかあるっけ。ないよね。結婚指輪とか。ハサミ。いや無駄無駄無駄。いや絶対これだな。何かあるとすればこれだけど、回す、拡大縮小、え？なんかこう光が当たって赤くなるけど特に関係ないよね。リセット。いやー謎だ。とりあえず行くかこっちへ。もう一回見つかるとね、コントローラーがブルーんだよね。てかあいつどこに行った。マジでここ入れなくなってるよ。ほらここには逃げ込めない。だって行ける？反応しない。電源が入ってない。そりゃそうだよ。いやーここで絶対でもヒューズなんだよね。そのヒューズをどこで手に入れるかっていう話なんだけど、え、書斎からだってこっちの部屋とか繋がってんの？あと追われた時にさ、俺が早いかあいつが早いかの勝負だからね。いける？なんか、お、ある、ハサミ。なるほど、そういうことか。お、つながった。電話がある。しかしつながったということはまた何かが出る。いや、これでこっちを開けられるはずだ。よし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 。で、せっかく開けたからセーブしよう。怖い怖い。ガチでここ怖いんだけど。で、こっちの白いとこだよね、行くとすれば。全然先へ進めん。あ、これでレリーフがある。で、あ、明るい。やった、明るい。明かりとはこんなに心が落ち着くものなのだろうか。明るいとこでも赤ちゃん出てくるのかな。さてアイテムはないので、そのまま先へ進んでいこう。で、こっち。寝室か。なんかあったね今ん。あ、これ隠れんのか。なるほど。これさ、見つかっててもさ隠れる意味あんのか。ヒューズゲットした。あ、来た。ちょっと待ってね、絶対来るから。先へ進むと来るんだよ。開けるといる。で、一回戻ってやり過ごす。来たか。ちょっと落としたい。もう怖い。
や声いけで。もうちょっと進む。自分が喋ってるとさ、音が聞こえづらくなるから少し黙ってたい。来た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 。うわ逃げろ。これはドア閉めた方がいいのかな。隠れろ。あ、待って待って待って、焦った焦るな。へへへ、怖い、マジ怖い。ちょっと待って、これ辺りが見回せない。やつがいなくなったのかどうかが分かんない。こっからだと。まだね、手元がブルブルいってんだよ。そのさ、ベッドの下から足とかが飛び出てたら嫌なんだよね。いる、ゲゲゲ、こんなのクソ怖えんだけど。赤ん坊だからまだ下を覗くと、下覗くのはずるいよね。隠れる場所が違ったとかさ。何なんだ。ブルブルがちょっと止まるまで。てか俺結構息荒いよね。ハーハー言ってるし。あ、ブルブルが小さくなってってる。いや、またでも声するな。いつ出てっていいのかが分かんねえ。基本的に一本道だからね。大丈夫か。やつより早く行っちゃうとまた接触しちゃうけど。いなくなったか。よし、このまま準備室経由で行こう。当たり前だけど最短ルートで。で、セーブ部屋に行けば、まあ、一回セーブができるから、なんとか大丈夫。ちょっとセーブして。いや、セーブして終わりにしよう。もうマジで怖いわ。せっかく、ヒューズ手に入れたんだけど、これ精神持たねえわ。というわけで、なんか進みがちょっとあんまり遅くて、ほんと申し訳ないんですけど、いや、やっぱ 4K パススルーになったからか、ちょっと怖さ倍増してるんで、ちょっと今日はここで終わらせていただきます。すいません。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。